九州空港の滑走路延長計画について、北九州市は4年後の8月末から滑走路の供用が開始される見通しだと発表しました。いよいよ現実にこの滑走路延長という動きが見えてきた。北九州市の竹内市長は今日午前、北九州空港の滑走路延長計画について、供用開始が2027年8月31日となる見通しだと述べました。計画は国の新規事業として3ヶ月前に採択されていて、滑走路を現在の2500メートルから3000メートルに延長することで、欧米などを結ぶ長距離の大型貨物機の離着陸が可能になります。環境に与える影響調査などが終わる秋ごろに着工する予定で、北九州市は今後海外の貨物機や物流センターなどの誘致を進めていくとしています。